送局。はい、どうも皆さんこんばんは。ゆうと放送局のゆうとでございます。今回はですね、タイトル通りなんですけど、私がもう前からですね、もうずっと前からもうめちゃくちゃ欲しかったものをですね、今回購入しましたのでご紹介したいと思います。それが何かと言いますとですね、ディズニーの年間パスポートでございます。はい、これ本当にね、ずっと前から欲しくて、まあ、本音を言うと、もうこれはね、僕がもう小学校の時からね、ディズニーの年パス欲しいなって思ってたんですけど、まあさすがにね、あの年パスっていうのはね、やっぱ何回も行かないともっと取れないわけなんですよ。そんなにね、まあ、年パスを使うほど、まあ入ることってないし、まあ僕には必要ないなと思ってたけど、でも年パスってちょっと憧れるじゃないですかと思ってね、ついに買うことができました。ちょっと皆さん察してる方もいたと思うんですけど、今年はねちょっと異常にディズニー行ってて、実は年パス持ってるんですかみたいなコメントがあって、実は今回買ったんで、あの今まで全部ワンデーで行ってたんですよ、毎回チケットを買って。なんか正直これはもう年パス買った方が絶対、まあ、自分でも得かなと思いましてですね、思い切って購入してしまいました。で、後でですね、実際に購入したところとかね、ちょっとお見せしようと思うんですけど、先にちょっと年間パスポートについてちょっと説明をしたいと思います。まずね、年間パスポートといいましても、いくつか、種類があります。まず、年間パスポートっていうのはですね、大きく分けて3種類あります。まず、東京ディズニーランドの年間パスポート。これは、東京ディズニーランドをですね、1年間楽しむことができると。まあ、C には行くことできませんよ、ランドだけですよっていうパスポート。もう一つが、東京ディズニーシーの年間パスポート。まあ同じですね、これはランドに行けないけど、まあ、ディズニーシーを1年、ね、楽しめますよってやつで、この年間パスポートがですね、6万1000円になります。まあ結構高いですよね。でもう一つがですね、2パークの年間パスポートになります。東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを1年間遊べてしまうという2パークの年間パスポート、こちらがですね8万9000円になります。もういきなり額がちょっと上がりましたけど、で私が購入したのはですね、この2パークの年間パスポートを購入しました。最初はですね、まあ、東京ディズニーランドだけでいいかなと思ったんですよ。正直初めて年間パスポートっていうのを買うから、お試し的な感じで6万1000円払ってランドだけでもね、まあ、シーだけでもいいかなと思ったんですよ。だけどよく考えたら、まあ、6万1000円に、まあ、いきなりね、2パークのやつになると8万9000円って額違うんだけど、言うてそんなね、変わらないって変わってるけど、もうちょい出して2パークを1年楽しんだ方がいいのかなと思いましてですね、今回は思い切って、本当に思い切って2パークの年間パスポートを購入しました。で、よく考えると、僕ですね、まあ、買ったのは5月の2日、に買ったんですけど、今年はですね1月2月3月で4月が2回行ってるんですよ。でこれもう1ヶ月に1回のペースで行ってるんですよ。実は年間パスポートのこの2パークの値段なんですけど、この8万9000円、これ大体ですね12回分行けば元が取れる計算になるんですよね。まあ12回13回ぐらい、で元が取れるというわけなんですよ。でこのペースで私行くと元取れるんですよね。これからまあ5月入りましたね。でまあ5月はもう2回入ってるんで、もうこれで2回行ってることになってます。で6月7月8月9月10月11、12って毎月1回ずつ行けば、まあ、元を取れてしまうわけなんですよ。多分ね大丈夫だと思うんですよね、このまま行けば。今まで僕1ヶ月のに1回のペースでディズニーって行くことは本当になくて、ただ昔から憧れて本当に1ヶ月に月1で行きたいなっていう昔から実は思っていてですね、とうとうちょっと今年は叶ってしまいました、ありがたいことに。ということで、ちょっと最近ねディズニー動画が本当に多いなと思いましてね、 Nゲージどうすんだよって話なんですけど、これを買うためにちょっと3号さんからですね、あまり Nゲージを購入していなかったわけなんですよ。あんまり最近Nゲージ買ってねえじゃんってね、結構なんかコメントでも来てたんですけど、実はこれを買うためにずっと貯めていました。ということで皆さんすいません、次の N ゲージは7月購入になるのでちょっとまたしばらくないんですけど、どうかお許しくださいということなんで、話長くなってしまいましたが、本当に欲しかった、今まで欲しかったものを、まあ、年間パスポートだったんですけど、そちらを今回無事購入しましたという動画です。ではね、これでまあ終わりだとあれなんで、実際に購入、したとこ動画撮りましたのでどうぞご覧ください。
はい、では早速ね、年間パスポートを作っていこうと思うんですけど、さあどこでね、この年間パスポートっていうのを作るのかと言いますと、2箇所ありまして、まず1つがイクスピアリの中にあります東京ディズニーリゾートチケットセンター、こちらで作れます。もう1つはですね、東京ディズニーランドにありますイーストゲートレセプションという場所で作れます。今回はですね、イクスピアリの、チケットセンターの方で作りたいと思います。ついてる。さあこちらで年間パスポート作ります。はい、まずこちらの窓口で、まあ、年パスを作りたいんですけどもというとですね、まあ、いろいろ、まあ、説明をされてですね、で、まあ、こちらでお金を払います。で、お金を払った後ですね、まあ、年間パスポート購入利用における注意事項などが記載された、まあ、シートが渡されます。はい、そしてシートにですね、まあ、記入が終わりましたら、今度はですね、顔の写真を撮ります。はい、こちらで顔の写真を撮っていきます。本日は2パーク年間パスポート新規のご作成1名様でよろしいでしょうか。はい、はいはい、ありがとうございます。それではご本人確認書類をお提示いただけますか。はい、はい、失礼します。はい、ご提示ありがとうございました。こちらお返しいたします。はい、それでは写真撮影の準備をいたしますので少々お待ちください。はい、それではお写真をお撮りします。はい、まずこちらでカメラの高さ調節いたします。少々お待ちください。はい、失礼いたしました。ではその位置から少し右手の方に移動していただくと顔の体が真ん中になります。はい、その位置で大丈夫です。はい、では正面の丸いレンズに目線をお願いします。はい、ご準備よろしいですか。はい、はい、それではお借りします。はい、ポーズ。年間パスポートのイメージがご確認いただけると思いますが、いかがでしょうか。あ、大丈夫です。はい、ではこちらでお作りします。はい、年間パスポートが出来上がりましたら前方の小窓からお渡しいたします。はい、もうしばらくお部屋の中でお待ちください。はい、大変お待たせいたしました。はい、来年5月1日までご利用いただける2パーク年間パスポートです。はい、お名前、お写真、有効期限、間違いがないか確認をお願いいたします。はい、大丈夫です。はい、購入時にもご案内いたしましたが、こちらに書いてある年間パスポートの使用不可と入園制限中はご入園いただけませんのでご了承ください。はい、以上で作成は終了です。はい、1年間どうぞお楽しみください。終わりました。いってらっしゃい。はいはい、ということで無事初の年間パスポートを作りました。年パス買って初のディズニーランドに入りたいと思います。今ね9時、もう開園して1時間ぐらい、まあちょっと経っちゃったんですけど、入っていきたいと思います。はい、ではですね、年パス買って初めてインパしました。いつもよりちょっと違う気分ですね。はい、ということでこの日はね、まあ9時ぐらいから入って夜の6時ぐらいまでいたんですけど、まあこの日もですね、入園制限がかかってしまって、もうどのアトラクションもどのレストランもね、トイレに行くのにもめちゃめちゃ混んでました。そんな中ですね、まあ、こちら今映像にもあるんですけど、スプラッシュマウンテン、これシングルライダーで確かね3回か4回乗りました。はい、シングルライダー結構時間かかったんですけど、でも割と早く乗れた方だと思います。で、残念ながらこの日はビッグサンダーマウンテンのシングルライダーをやってませんでした。なんでね、ビッグサンダー乗れなかったんですけど、まあ、あとはホーンテッドマンション乗ったりスペースマウンテン乗ったり しましたね。で、この日はですね、まあ、お昼ご飯、まあ、お昼ご飯といってももうね、2時とか3時になっちゃってたんですけど、こちら、ウエスタンランドにあるハングリーベアレストランでですね、カレー食べました。ここね、久しぶりにね、食べたんですよ、ここのカレーを。めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、これからね、まあ、夏になるってことで、夏といえばまあカレーじゃないですか。でね、今回食べたのこれなんで、チキンカレーだったんですけど、もうとにかくうまくてね、やっぱね、カレーって意外とシンプルなんだけど、やっぱりね、でもディズニーのカレーは本当に最高でした。そしてですね、私今回やっと初めてですね、ハニーポップコーンを食べました。はい、ということでちょっとハニーポップコーンいただきたいと思います。ちょっと逆光だから映ってないけど、あ、こういう味なんだ。あー、あの匂いのまんまなんだね。うん、結構甘いですね。
結構甘いわ。うん、初めて食べた。それでは出たいと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。まあ、私がずっと前から欲しかったものは、まあ、年パスだったわけなんですね。まあちょっとこれを買ったことによってね、 N ゲージちょっとしばらく買えないということで大変申し訳ないんですが、まあちょっと本当に欲しかったものなんで今回年パス買わせていただきましたということなんでね、1年ディズニー楽しんでいきたいと思います。また皆さんにディズニーの動画を提供したいと思います。それではありがとうございました。